なんでまだこんなに息が切れてる皆様ようこそ、レジェンドアフェスにお越しいただきました。作曲家の林由紀と申します。タンバリン自分からやろうって言ったんじゃないですからね、あんまりそんなになんか、はい、いろいろあってあんな風になってしまいました。でちょっとええ格好しようと思って高い靴履いてきたらちょっとグニーってなりましたすいません、お見苦しいところ。そうですね、今日はレジェンドの作家で集まって、みんなのやったアニメだったりドラマだったりいろいろな映像作品のサウンドトラックを、こうやって音楽だけで聴いていただく機会を、やってみようかって言ってやってみました。短い時間ではありますが、まあ、思い入れのある曲やりやら、初めて出会う曲とかいろいろあると思うので、まあ、初めて聴いた曲でこれすごいいいなっていうのがあったらまたその作品を見てその作品を好きになっていただいたりとかできると、とてもとても嬉しいです。短い時間ではありますが、ゆっくり楽しんでいってください。はい、とりあえずストロベリーナイトでした。はい、竹内結子さん主演の、刑事物の、ドラマでした。その前は、リーガルハイで僕特にやることないって言ったらじゃあタンバリンとかしよっかみたいな感じで、やってみました。はい、じゃあ次は、あそこ のギタリストのイケメンのバッキーが愛あふれるギターの曲を披露してくださるので、皆さんどうぞお楽しみに。林でした。
ありがとうございます。皆さんこんばんは、小手山本です。そしてボーカル佐々木しおりさん。いやいや、もうあっという間に、先ほど昼公演やってたんですけども、もう夜公演ということ で、 です、ね、どうですか、その1公演やったと緊張感とかは。でも、 もう皆さんの雰囲気も、はい、最初の昼公演よりも、ま、最初がねめちゃくちゃ盛り上がりましたから。そうですね、林先生になので温めていただいて、はい、すごい楽しい感じで。そうですよね、はい、ちなみになんか今日昼公演も見てくれたよって方っていらっしゃいますか。あ、結構いっぱいいらっしゃいますね。ありがとうございます。そう、なんか僕昼の MC で自分の楽曲について何も触れないまま終えるっていう。そうですね、初めて演奏するっていうことがもうビッグニュースでしたもんね。そうですね、今日が初めてのライブだということで、はい、ありがとうございます。また新鮮な驚きを。すいません、ありがとうございます。なので、まあ、ちょっと夜ではちょっと楽曲のこともちょっと触れられたらなと思っていまして、で最初に演奏した曲は、青のエクソシスト京都浮上編という作品の楽曲なんですけれども、まあ、僕がその作品は澤野裕之さんと
ご一緒させていただきまして、その作品が僕にとって劇版のデビュー作という非常にあの思い入れのあるというか、まあ、どの作品も思い入れあるんですけれども特に思い出深いというか、で先ほどの曲がその音楽制作する際にあの音楽メニュー表っていってこういうシーン用に楽曲作ってくださいっていうのがあの音響監督さんの方からオーダーを受けるんですけども、その決意っていう内容のそのオーダーだったんですね。で主人公がその自分の運命を受け入れてその前を向いてあの戦っていくっていうその姿勢に僕は僕でそのこれから劇版デビューしてその作家としてやっていけるのかどうかっていうところのその自分の決意とかそういうのをこう重ね合わせてなんか作ってたなっていうのをそのこう今回このライブするにあたって改めてなんか思い出して、なかなかちょっと感慨深い思いにも。でその青江くの作品で実はそのしおりさんとも初めて出会って、僕にとっては結構その実り多いあの作品だなっていうふうに思ってます。で2曲目の方のなんかあのズクズク言ってたあのメタルの曲、あのズクズク言ってるんでもう皆さんの中でもうズクズクって呼んでるんですけど、あの茜さん少女というあの現在放送中のアニメで、そちらでもあのしおりさんに実際その歌っていただいて、まあ、その青江くの時の縁がこうやって今も続いているのってなんか素晴らしいなと思って、本当にありがたいことだなと思っております。というわけで、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけれども次曲に移りたいと思います。もう一曲青江くからです。儚い光
ありがとうございます。どうも池田芳也です。よろしくお願いします。2曲続けて演奏させていただきました。1曲目に演奏したのがフェイトプロトタイプそぎのフラグメンツドラマ CD、 自分 の、 あの劇場のデビュー作のタイトルから2巻に入っているオーバーフローという曲をこの場でピアノで即興的にこうやらせていただきました。なのでまたなんかその2巻に入ってるんですけど、そっちの方はゲームもドラムもベースもギターもいて、また違うバージョンでそちらもかっこいいので、ぜひそちらも、はい、聴いていただけたら嬉しいです。これお昼に別の曲で似たようなことを言ってしまったんですが、またこいつ同じこと言ってるなと思いながらすいません。投資の方は聞いてください。で2曲目に演奏しましたのが、林さんと一緒に音楽を担当させていただいたドラマオーマイジャンプからヒーロー覚醒テーマというものを演奏いたしました。はい、そうですね、ここからもすいません、お昼と変わらないことを喋らせていただきたいのですが、私横浜生まれ横浜育ちでして、そうモーションブルー横浜というところでこう自分の曲をこうやれるのがすごい幸せで楽しくて、はい、なんかお昼公演終わってからすごいミュージシャンの皆様になんかずっとニコニコニヤニヤしてるねみたいな言ってもらえて、そう、あ、伝わってる、よかった、嬉しいって感じで、はい、演奏しております。はい、じゃあ次の曲すいませんやらせてください。次が、自分は最後になりますが、1曲目に演奏したオーバーフローと同じくフェイトプロトタイプ葬儀のフラグメンツからメインテーマのナイトオブスカイシルバー演奏します。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます、スペインという曲を池田君とお送りしました、作家の小畑貴弘と言います、よろしくお願いします。ちょうど、僕の、自己紹介しますと、6年前にちょうど上京して、まあ、それまではジャズピアニストを主に九州で演奏してたんですけど、作家になりたいなと思いつつ、東京に出て、で林由紀さんっていう、そうですね、林由紀さんと のアシスタントでちょっとやった後に、そうですね、俳優業を少しやりまして、でそれから、レジェンドワンに所属という形で、やってます。で、ちょうど1年前ぐらいに所属したんですけど、それからまあ作品も何個かやらせていただいて、その中から、今日は1曲と、1曲は、ボールルームへようこそっていう社交ダンスのアニメがありまして、でそれも林さんとちょっと共同で少しやらせていただいたんですけど、その中の、It's Like a Symphony という、ジャズナンバーと、あとすいません、ちょっとスペインでやりすぎちゃったんで息が、まだ、放映はされてないんですけど、約束のネバーランドっていう漫画が今、ジャンプで流行ってまして、でその中で、来年1月から放映されるんですけど、でそれも監督と のご縁に恵まれまして、やっていく中で、作品担当させていただくことになりました。で、ありがとうございます。で、僕の持ってるジャズ の感じを、作品の、世界観と向き合いつつ、作らせていただいて、僕も満足できた出来だと思っております。で、それを、今日世界初公演という形でやらせていただければと思います。でそれは、先ほど光太くんの曲で演奏した佐々木しおりさんに歌っていただきたいと思います。では、まず It's Like a Symphony で、和田明さんをお迎えして演奏したいと思います。ボーカル和田明さん、どうぞ。皆さんこんばんは、和田明と申します。歌います、よろしくお願いします。There are pretty faces everywhere you turn. They are diamond dancing, but your presence as they come. I would bet my bottom dollar on this love, cause the odds are for a million to one. Just hear my heartbeat, it's like a symphony. Each time you walk into the room.Smile is the grand lottery. I'm rich as a man can be. I would work all day, never see the sun, for the smallest gesture. Take your hand, millionaire, 'cause you're one in a million starsThank you.
what we can mean. All my chips are down, I will give you everything. Happy feeling everywhere I go, cause I knocked on your door. But I'm so scared to look, just hear my heart beat. It's like a symphony, east side of the walls, into the room, into the room. And when a smile in a sense, spread on the as a man can be. I feel I wave goodbye everywhere I go, because time is up to this right now. But it's in my mind, now I know what I miss. The heart, I'm like a
皆さんこんばんは、作曲家の立花麻美です。ただいまお送りした曲は、ドラマフラジャイルより宮崎図テーマでした。皆さん楽しめてますか？ありがとうございます。次に、お送りする曲は、アニメダーリン・イン・ザ・フランキスからの楽曲になるんですが、お昼の公演でもちょっとお聞きしたんですが、ダリフラ見てたよっていう方、ありがとうございます。あ、夜もたくさんありがとうございます。いらっしゃってよかった。ダーリン・ザ・フランキスというアニメはですね、今年の1月から2クール放送された、作品でですね、劇版音楽にも結構全部で多分、60曲ぐらい作ったと思うんですけど、どれもですね結構力を入れさせていただいて、普段劇版では作らないようなあの歌物とかですねすいません、歌物の楽曲を結構こう何曲も作らせていただいたりしまして、ラップの曲だったりロック調の曲だったり、作らせていただきまして、次の2曲、歌物になっております。本日素敵なゲストをお迎えしておりますので、ここでお呼びしたいと思います。アンナ・ピンギナさん、アンナさんは、ロシア出身の方で、私も、ダリフラの作品でご一緒させて、初めてご一緒させていただいて、もう素晴らしい歌声で、私の楽曲にもですし、ダリフラの、作品の世界観とこうすごくマッチしている声の持ち主で、とても素敵に仕上げてくださってます。アンナさん一言何か。こんばんは皆さん。アンナ・ピンギナです。素晴らしいミュージシャンと一緒に演奏できてとても嬉しいです。はい、ではアンナさんと2曲続けてお聴きください。
Don't.
ありがとうございます。アンナ・ピンキナさんでした。次の曲も、ダリフラから1曲お届けしたいと思います。この後も引き続き楽しんでいってください。ではお聴きください。ミストルティンです。
みません、ちょっと取り乱しました。タンバリンおじさんです。皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。さっき一個前に弾いたすごい静かな曲なんですけど、あれはなんか風が強く吹いているっていう今放送しているアニメの駅伝のアニメなんですけれども、なんだろうな、朝ランしてるところをイメージしてイントロをふわーっと綺麗な感じに作って、でこう自分を発見していくような感じでメインのモチーフが出てきて、でだん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 みんなが仲間が集まって盛り上がって、で最後にそのモチーフがどん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 膨れ上がってっていう構成で作ったりして、でなんかこれをライブでできたのがすごい嬉しいなと思っております。で同じくさっきやったあの僕がちょっと盛り上がってしまったやつはカラクリサーカスというですね、少年サンデーで、僕が大学生ぐらいの時に、連載していたすごい人気のあるアニメ漫画 で僕も当然すごい読んでたので、お話が決まった時もものすごい盛り上がって作って、でこれは主人公のヒロインの白金っていう、フランス人の女の子がいるんですけど、その子が操り人形を操ってこう敵と戦う時の曲なので、割とちょっと民族的な色味をつけて、でかつちょっと女性的な強さを出せればいいなと思ってバイオリンを入れて作っております。そうですね、メンバー紹介しますね。はい。あそっか、メンバー紹介でいいんですよね。はい。あれ小畑君どこ行った、あいた。あここの後ろの真っ赤なスーツの、真っ赤なジャケットの、キーボードアコーディオン小畑貴博。小畑君はもともと僕のアシスタントを最初やってくれてたんですけど、今やもうレジェンドのエースとしてもうあの、ね、もういろんなコンペからね重なってってるんだよね。もう 2,3 年後にはもうすごい方になられてると思います。あと奥におられるバッキーこと椿本正史。バッキーはもうギターの演奏もそうですし、作曲 もうマルチに何でもやられてるすごい人なので、もう英語もペラペラですもんね。ずるいですね。今日もう大事なことだから2回言うけどずるいです。それでじゃあこっちに戻って、ギターの浜崎海星。海星君は僕がレジェンドに入るもっと前から、もう15年ぐらいだよね、から知ってて、いつかサントラできたら一緒にやれたらいいなって言ってたんで、今日、また一緒にできてとても嬉しく思ってます。で、あやさん、ここからちょっとごめんなさい見えないんですけど、バイオリンの伊藤あや。いつも僕のストリングスに入ってくださってて、とてもすごい丁寧に演奏してくださって、今日はちょっとソロでやっていただいてとても嬉しく思ってます。差し入れもすごい美味しそうにいつも食べてくださるんで、すごい好きな方です。じゃあ、ベースの田辺俊之。田辺さんはもう僕の作品とか、まあ、レジェンダーもそうですけど、ほとんどうちの作品とかには入っていただいてて、もうすごい丁寧にいつもお仕事をしていただいて、僕らがこれでいいんじゃないかと思っても、もっともっとこのテイクもう一回やりましょうとか、もう一回ここだけやらしてとか、どん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 突き詰めてくれるんで、すごい頼りに思っている人です。どうもありがとうございます。ひげちゃん、ひげちゃんがドラムのひげしろけん。僕が悪いんじゃないんですけど、その先ほど山本君が言ってたみたいに
あの発注元からこんな曲作ってくださいみたいなのが来るんですね。で大体2期とかになると1期の壮絶な戦いを超える最速のスピードバトルとかが大体来るんですね。3期とかになったらもっとそれがだん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 速くなっていくんです。だから僕は悪くないんです。いつもすいません、速いのとか長いのとか変な表紙なのとかありがとうございます。じゃあまた僕の曲でちょっとゲストを、お呼びします。再び登場の、サックスの中村ゆりさん、どうぞ。ゆりちゃん、じゃあ、自己 PR しといて、僕ちょっとあっち行くのでじゃあ次、僕の曲を2曲聴いてもらおうかなと思っております。多分皆さんがよく知ってる曲なんじゃないかなと思っております。移動します。はい、こんばんは、サックスの中村ゆりです。はい、ね、ありがとうございます。そうね、素敵な曲ばかりでもう早いもので終盤と差し掛かってきましたが、はい、まだまだ盛り上がっていけたらなと思うので皆さんも盛り上がっていってください。はい、それでですね、そうちょっと私個人のことなんですけれども、今ですねグンゼっていう会社の下着の肌着の会社なんですけど、それのサブリナっていうストッキングのブランドがありまして、それの今イメージキャラクターをさせていただいています。ありがとうございます。はい、なんかネットとかね、街中とかで見かけることがあるかもしれないので、その時は あそこにいた子だと思って、はい、見てやってください。はい、ありがとうございます。Thank you.
これね、皆さんね、しんどいんですよね。体力使うんですね。すいません。僕のヒーローアカデミアの有声欄という曲でした。なんか割とすごい海外でも人気で、なんか一時 YouTube に上がってる時は1000万回再生とかされてて、まあ申し出により消されちゃったんですけど、なんか みんな外国の人が悲しんでて、ってなってて。そうですね。でもすごいやっぱりドラマもそうなんですけど、アニメやってると世界中で見てもらえる機会があるので、恵まれてるなと思います。で、次やる曲も多分世界中で愛されてる作品なので、曲も聴いていただいたことあるんじゃないかなと思っております。次の曲が一応最後なんですけれども、僕たち、レジェンドは劇版系のお仕事がメインというか、まあ、一番多いんですけれども、いつも映像作品、ドラマとかアニメとかに音楽をつけさせていただいてるんですけれども、まあ地味な仕事っちゃ地味な仕事なんですね。やっぱり声優さんやら主演の方やらいろんな方が出てる作品のに色付けをするっていうのが一番の仕事なんですけれども、その映像に音楽をつけるとよく見えるのはある種当たり前なんですね。で、コップだけ置いてあるシーンに可愛い曲つけたら、おしゃれな曲つけたらカフェにいるような感じになるし、なんかボワーって曲つけたらなんかこれから怪物が来るんじゃないだろうかみたいなのを連想させるようなものを作ったりとか、いろいろ色付けができるのがすごい楽しくて今のこの仕事をやってるんですけれども、一番はやっぱり見てくださる方にどれだけ感動してもらったりとか、どういう思いを抱いてもらえるかっていうのを作ろうと思って僕らはいつも音楽を作ってます。まあ僕もそうですし、まあ大畑君しかり他のレジェンドの作家はそうだと思います。で、音楽を届ける時の意味とかを考えながら作ったりするんですけれども、僕がいつも、インタビューとかで答えるのは、映像プラス音楽じゃなくて映像かける音楽にできる瞬間を作れるようにって言っていて、なんか映画とか見張った時にこう鳥肌が立つような瞬間ってあると思うんですよね。うわーすごいって感動すると、なんかアニメのすごいシーンとか、あれって作ってる方はもっとその作った瞬間すごい感じてるんですね。だからそういう瞬間を生み出して見てもらう人に聞いてもらえ感じてもらって、それでこうその人が映像だけだったら受けなかったような感動を届けるような仕事をこれからもできたらなと僕も思ってますし、みんな思ってると思います。みたいないいような話をしてみました。大丈夫でしょうか。じゃあ最後の曲いかしていただきたいと思います。言っちゃおう、ハイキューです。やります。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。アンコールありがとうございます。ですね、お昼の時もアンコールいただいたんですけど、その時はちょっと転換があって、できなかったんですけれども、なんで夜の方々の特権といいますかなんですけれども、1曲やらせていただきたいと思います。まあ、先に言っちゃうと、僕が今、担当させていただいているアニメのダブルデッカーダグ&キリルというアニメの、メインテーマになります。疾走感のあるファンキーなやつなので楽しんでいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。
なんかアンコール感があってすごい良かったね。本当にありがとうございました。今日は一日楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。本当に素敵なミュージシャンに、もう一度盛大な盛大な拍手を。これからもいろいろな作品を彩っていただき、彩っていていけたらと思っております。作品を見て、音楽に触れて、それでまたこういうところに来ていただければいい、嬉しいなと思っております。これからもレジェンドアをよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。